アンサリー豚の診療所深い森の奥にひっそりと佇む ここはいつも心地よい時間の流れる診療所心の扉をノックしてお入りください皆さんこんにちはお元気ですか今日はこの歌の診療所にお客様にお越しいただきましたカルテナンバー一の「 トランペット奏者飯田春彦さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。飯田さんは、今日はどんな具合の悪さでお越しいただいたんでしょうか？えー、最近物忘れが激しくて <laughs> 物忘れですか？最近に始まったことかな？なんて <laughs>。 <laughs> ということで、えー、と飯田さんはトランペット奏者でいらっしゃるんですけども、はいえー、なんか二十歳過ぎてから始めてね、はいはい、割と遅く始めたということなんですけども、はいはい、その辺どうやってトランペットと出会ったんでしょうかえー、1992年に、うんえー、高校卒業した年の9月から、うん、アメリカに留学しまして。うん でそこであの、まあ、授業の一環として、まあ、ジャズの歴史のレポートを書いていて、うん、その、まあえー、調査というか、うんえー、のために、まあ、ニューオーンズ、まあ、ジャズの発祥の地ということで、えー、旅行に出かけまして、うん、1992年の正月あじゃあ1993年かの正月に初めてニューオーンズに行って。うん <laughs> あはい、でそこで、まあ、トランペットとか触ったことなくてまさか自分がするとも思ってなかったんですけど、まあえー、向こうで、まあ、いろんな人を見て、うんまあ、いろんな楽器も見たんだけど、うんまあ、トランペットそのオリンピア・ブラス・バンドっていうバンドの、うん、ミルトン・バティースっていう人のトランペットがすごくかっこよく見えて、うん、あこんなんやりたいなと思って、うん、で初めてトランペットを手にしました。なるほど そんな飯田さんにとっての、えー、大事な一曲といいますと最初の一曲としておすすすめありますかニューオーレンズのジャズっていうとなんか多分日本の方が持ってるイメージっていうのはたディズニーランドのねこの華やかな印象とか、うんえー、デキシーランドジャズっていうイメージが強いかと思うんですけどまあ本当に今 ニューオンズでやってるジャズ、まあ、いわゆるそのトラディショナルジャズっていうか今そのビバップだとかスイングだとかそのいろんなジャズがあるもともとの、えー、ルーツルーツの、えー、トラディショナルジャズということで、はい、代表的なトランペット奏者である、うん、トーマス・ジェファーソンさんの曲を「Flow Me Down the River」という曲をは 聞いてください。はい、フロートミーダウンザリバートーマスジェファーソンさんでございました。はいはい、ね、このフロートミーダウンザリバーリリバーというのは。ミシシッピ川になります。まあそうね、ね<ー>うん、ミシシッピ川の、うん、ニューザニューシミシッピ川のミシシッピリバーの河口にあたるんで。うん、えー、まあジャズの歴史もそこから始まったっていう。 なるほど。うん、ええー。なんか私がね、あの、高血圧の研究で行ってた研究所もね、ミシシッピ川のすぐ隣に建物があって、うん、ちょっと研究で頭とか体が疲れるとね、あの、ミシシッピ川に散歩しに行っててね、あ、これがミシシッピ川かと思って、すごい嬉しかった記憶があるんですけど、うん、ねえ。 本当その音楽の歴史ともすごい深いね、うん、関わりがある川でねあ、うん、そっかそっかそれでそのトランペットを教えてもらう先生としてニューオーリンズのあのかの有名なウェンダル・ブルニアスさんにいきなりこう弟子入りさせてもらったんですよね、はい、すごいですねそれも勇気ありますねコンコンると僕も 本人ながらそう思う思けど、まあ、全くトランペット吹けない時にウェンダル・ブリニアスさんのライブを見て、うん、あかっこいいなと思って、うん、でライブ終わってから話しかけたら、うん、すごいいい人でもしその気があるならうちにおいでって名刺を渡されて、うん、でその名刺に書いてある住所を頼りに翌日だったかな。 コ、えー、コンコンとドアをノックしに行ってすぐ翌日に行ったんですね<う>本当に実際ウェンダラ・ブルニアさんってすごいいい男ですよねいい,いい人だってっい,い,いい男だよね <laughs> <laughs> なんかいい人だしかっこいいですよね,、まあ、ね西郷輝彦って私はニューオーリンズの西郷輝彦って呼んでたんだけどそそれは心の中で。<laughs> やっぱりこう行く先々ですごいあのモテちゃって大変だったそのモテる様をずっと横で見てたんですよね飯田さんもねそうそうそうすごかったすごかったもう本当そういう意味でもお忙しそうでそうそうそうね本当本当ね仕方ないよねあんなにかっこよければねいやでまたまあ女性だけじゃなくてまあ男にも優しい あーなんかいわゆるこう人たらしと言いますかそうそう本当にねうそうそう面倒見し優しいしんかまっすぐな目で見つめられるって感じでね、うん、でもこと音楽の話になるとすごい熱い人で2015年ね、えーとうん、アンサリーの、えー、あれ<ー>クリスマスライブだったっけ 2015年でしたっけ年もう8年9年前ぐらいそうにニューオーリンズから3人招聘して全国全国というか5箇所ぐらい回ったんだったっけね結構やりましたもんねあれその時ウェンダルそうそうそうもうそ年そうですか。そう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 もうそ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 そうそうそ 結構時間もあったからウェンダのホテル行っていろいろ話をしたんだけどまあすごい熱い人でもうまあ昔からそうなんだけどそのまあでニューオンズまあすごいこうニューズあミュージシャンウェルカムな街で,で特にこう若い人にこう自分たちの知識だとか音楽のえ話とかするのはもう使命だっていう感じでで。 まあ、例えばレッスン、まあ、ウェンダーのところで、まあ、ずっと3か月間ずっと住んで、えー、レッスンもしてもらったんだけど、うん、一切お金払ってないしそういうんじゃないって言うんだもんねそうだからもう自分たちが若い人に教えるのはも使命だ、うん、だからあのお金なんか必要ないって言っていつも、あのーね、朝起きたらもうすぐトランペット触ってすごいね、うん、それね でライブも夜中1時とか終わって帰ってくるんだけどそこからまたトランペットそう、まあ、当時はニコラス・ペイトンとマーク・ブロードがウェンダルのうちに集まって3人でいつも音楽の話して、うん、すごい熱かったねええそういう姿をずっと見てきたんだもんねんんでまあそのウェンダルはその何が 一番音楽にとって何が一番大事かっていうと、うんまあ、トランペット奏者として何が一番大事かっていうと2015年来た時も同じ話だけど、うん、今のジャズはこうロマンスがないってあ<ー>でえー、まで、あ、ニューヨークとかシカゴとかいろんなところに今ジャズが伝わったけど、うん、どん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 アカデミックになりすぎて、うん、なんかこう。 音楽そのものにロマンスを感じなくなってて感動が薄れぱで、もう一つ大事なのはやっぱり音色トランペットの音がいかにこう説得力のある音が出せるかっていう,う,んうんでウェンダーもそれにこだわってん,なるほどなんか私もそのトランペットじゃないけど歌だけどやっぱり音色は大事だなって 思いますね年とともにより思うようになった、うん、確かにうんかウェンダルの,あの特に最近はあのフリューゲルホーンの音はもう僕はもうほんまにあんな音は聞いたことないなっていうぐらいすごいいい音鳴らすんで。あうんじゃあ 次はそれに行きますか。そメン、ね、タルブルニアスさんの、うん、うん、ええー、まあジャズのスタンダードでベリーソートビューという曲をピアノと、ね、ソートビューというのはすごいあなたのことを考えてるみたいな感じ、う,ね、うん、ピアノとデュエットかな。はい。うん。じゃあそれを聞いていただきましょう。はい ウェンダルブルニアさんでブリーソートビューでした、うん。ピアノとリオじゃなかったね。ストリングスも入ってた、ね。そうですね。ちょっと全然違ったけど <laughs>、<laughs> やっぱりすごいいい音ですね。ーい,いやすごいとい,いスモーキーな、うん、ねー、本当にいい音ですね。このフリューゲルのこういう色気のある音っていうのは結構息がいっぱい入ってる感じ。うん。 そね、っていう、息っぽい感じっていうか、うん、ピカッとした。なんか音っていうよりは、なんかこうかみ、ね、がかった音ですよね。うんうん、これ、すごい肺活量。いりそうね。うん、そうなんですかね、<laughs> そういうドランペット奏者はね、そういうあの体で、唇と体で持ってね。うん、調節しながら、声を音を出しているんでるでしょうけども。うん ねえ、本当に色男な音で色男ねえ、うん、なんかあの日本に、えー、の演奏に来ていただいた時も私のコンサートでフリューゲル吹いてくださってて何、うん、か何曲かこういう色気のある音を奏でてくれてましたよね何、うんうん、だったっけ、うん、なんかジャパニーズフェアウェルソングとか、ね、なんかいろいろ面白い試みはしたんですよね、うん、武田の子守唄とか あとゴンベスさんの赤ちゃんかとかをもと <laughs> 元々あれなんかニューオリンズジャズっぽくやるのにも親和性が良さそうでそれを英語で歌わずに、うん、あの日本語で歌ったんだよねドラマのジェラルド・フレンチさんが日本語で歌ってくれたんだっけ、ねっね、ねえ面白かった。 ねえいい思い出のライブでしたね、うん、それね。うん、でもあのニューズにいる時、うん、今言うたボブ・フレンチボブ・フレンチとかウェンダルのバンドで歌ったよね。うん そうそう、なんかね、その、えー、私は高血圧の研究にニューオーリンズに行ったんですけど、日本には高血圧のボスがいて、私にとっての師匠みたいな存在がいて、ニューオーリンズに行ったら、あここにもなんか師匠がいるって最初に感じたのがボブ・フレンチさんだったんだけど、なんかすごい、あの、行くたんびにね、あの、月曜日の、 ダナーズアンド・グリルっていうお店があって月曜日に行くとボブ・フレンチがやってる日でで行くといつも舞台に上げてくれてねなんかあのまるで最初から示し合わせた出演者だったかのように、うん、あの「オール・ザ・ウェイ・フロム・ジャパン」とか言って「うん、<laughs> アンサリー」とか言ってこう上げてくれるから、うん、あなんかただ音楽だけ聴いて酒飲みに行くっていう。 なんかぼーっとあの参加することができないなって思いながらでもあげてくれてでそう私にとっての師匠って感じましてでそのちょうどニューヨーリズにいる時にあのこれがそのアルバムが出たばっかりだったのかな<ー>ボブ・フレンチさんのアルバムねですごい結構聴いてたアルバムの中からそのボブ・フレンチさんの弟が。 すごい超あの名手のベーシストで歌声がねものすごい溶けるような、うんえー、ほらあのビル・ウィザーズの声に私は似てるなって思ったんだけど、うん、もそれをさらにもっとなんかこう倍音がこう輝いてるみたいな感じの素晴らしい声の弟さんのジョージが歌ってる「あのクレイジー」という曲を あ私のリクエストとして聞いていただきたいと思います。はいはい、ボブフレンチさんでクレイジーでした。ね、本当にとろけるような歌声ですよね。うん、ねえ、本当なんか独特のなんか歌い方があるんだよね。なんか鼻に、うん、あのこうか,かけるようなね、あれがもうたまらないとろけるようでね。はっきりあの 発音しない日本で言う桑田圭介みたいうじかな <laughs> うんなんかちょっと違うような気もするけど<う> <laughs> なんかねあの英語圏の人間ではないけどなんか発音がねちょっと、うん、あのわざとやっぱりこう発音を曖昧にして歌ってるんじゃないけど、うん、すごいこう鼻咽に響かせて、うん、すんごい響いてるんだよね、うん、あれね。 生で見たらちょっと衝撃的かなっていうぐらい多分そんなにワールドワイドに知られてないんじゃないかなと思うんだけど世界でもいい声ランキングナンバー10ぐらいに入るんじゃないかなっていう <laughs> すごいいい声の、ね、方ですけど。うんうん えー、そんな感じでこう今のは、ね、フレンチ系の、ね人,うん、人たちで結構ニューオーレンズにはいくつかミュージカルファミリーが、うん、2015年に来た、うん、ドラムとして来てくれたジェラルド・フレンチのお父さんが今歌ったジョージ・フレンチでおじさんがその,ドラムのボブフ・ボブフレンチ。私の師匠、うん もう亡くなっってしまったんで,すけど、ね、でボブ・フレンチとかジョージ・フレンチのお父さんがパ、うん、パパ・パパセレスティン・フレンチっていう名前で<ー>オリジナルタクシード・ジャズ・バンドっていうバンドを作って<ー>それが1900何年1900 56年にできてそれがいまだに続いてるというで今それが<ー>、えー、今リーダーがジェラルド・フレンチになって100年以上続いてるバンドっていう,うなるほどそれを引き継いでるんだジェラルドがねちなみにあのうちの娘がねあの 2>,、うん、2番目の娘か、うん、最初の娘かあのジェラルドがね僕のマネージャーだって言って。 寝てくれてたんだけどまだ赤ちゃんだったんで体重がだから小錦ぐらいあるのねジェラルドねそうかパウンドだったかよく分からんけどその時当時聞いたらあっ小錦と同じぐらいだっていうあ確かにお相撲さんっぽくはあるけどねでもなんかそのドラムを叩いてる姿がものすごい脱力してるよね全然こうえいやって感じじゃなくて ゆゆるゆる,だる,だるで、うん、顔なんかも多分わざとあの脱力してやってるから顔がああいう,、うん、もうちょっとよだれが出てきそうなぐらいこう、うん、だらーっとした顔してすごいすごい力みのないなんていうの演奏だよね。だけどスパーンとこうアクセントがすごいし。うん あれもあんな名手も世界の指折りに入りそうなぐらいのドラマですよね。んかそういうニューオーリンズの音楽一家の中に他にね今世界で活躍中の方がいますよね。ねまあ、ニューオレンズいいくつかそういう ミュージックファミリーというか有名なところでいくとマルサレスファミリーとかあーまあファンクの世界いくとネビル・ブラザーズとかあ,<ー>、えー、あとなんださっき、まあ、フレンチ家とかさっき僕が一番最初に言ったミュートン・バティスも、うんえー、パティステ家、まあ、今去年ねあのグラミー賞で。 11個ノミネートされて、5<ー>部門かなんかでグラミー賞を取ったジョン・バティス、<ー>ジョン・バティステっていうのもそのバティステ系の<ー>、えー、メンバーで、まあなんかいとこ30何人ぐらいいるらしくて、で、ちっちゃい時はそのいとこ同士でバンドを組んで、で、僕らがニューノーズ行った時は、えー、彼がまだ15歳だったよね。 15歳ぐらいでしたっけど帰り間際でまだ10代だったし、ね、そうねでジョン・バティースはその当時、まえー、キーボードを弾いてその同じね年代、うん、まあその時18歳だったけど 今世界的に有名なトロンボーン・ショーティーという,うトロイ・アンドリュース、まあ、またの名をトロンボーン・ショーティー,ーでこのまたアンドリューケというのもあのニューヨーズの有名な音楽ファミリーでー、えー、僕はまあ当時一番最初その1993年にニューヨーズ行った時にまだその トロンボンボショーティーが9歳だってで僕が本当ドレインファーストーショーしか鳴らせないぐらいの時に一緒によくやって、えー、そのトロンボンショーティーバンドっていうのがあって10歳ぐらいの子供ばっかりの中にこの二十何歳のおっちゃんが入ってよくやってましたね <laughs> でそのトロンボンショーティーとジョン・バティースとかが、うんえー、10代に トロンボン・ショーティーオーリンズ・アベニューっていうバンドを作って<ー>今や世界中を飛び回ってるバンドになってるけどね,ね<ー>そのトロンボン・ショーティー、ま、アンドリュー系の、ま、いろんなミュージシャンがいるんだけどそのトロンボン・ショーティートロイ・アンドリュースのお兄ちゃんの、うん、ジェームス・アンドリューと一緒にやってる、えー、曲で「You Send Me」という、えー、これはサム・クックの曲かな、うん、をお聴きください えー、トロンボーンショーティーとジェームス・アンドリューお兄ちゃんによる「えー、You send me」でしたねえなんかすごい兄弟ですね,ね<え>お兄ちゃんがトランペットで<え>その弟のトロイ・アンドリューがトロンボーンでーんまあ彼は何でもするんだけどねトロンボーンもトランペットもチューバもピアノもドラムも何でもするけどね,んか,ねなんかライブも結構あの17歳ぐらいの時に行ったけど すごいこう独特のやっぱりあの同じフレーズを延々と吹き続けるそれだけであの10分ぐらい経ったりとかすごいよねその盛り上げ方がねうん若い時からすごかったからまあこうなる未来は見えてたみたいなところもあるんでしょうけどねホワイトハウスでもやってるからねそうだよねなんかそんな感じでさっきのこのオーリンズ・アベニューの「 キーボーボドピアノ弾いてたジョンバ・バティス・バティステ、うんうんね、もあのすごいいいアルバムいっぱい出してるから、うん、その中からも私の大好きな曲をかけたいと思うんですけども「WaraWonderfulWorld」ね、うん、それをねなかなか個性的なアプローチでやっぱりなんか。 どうしてもなんか割と普通の演奏の仕方になったりすることもあると思うんだけど、うん、やっぱりニューオーリンズはいろんなやり方でこの曲をやってらっしゃいますよね,、うん、ねちょっとファンクっぽかったりもあるし、うん、バラードもあり、うん、いろんな「ワラワンドフルワールドを聞を聴いたなって思いますけどなんかありますやっぱりルイ・アン・ンストロングさんがね大元だけどいいろろ ニューオーリンズ滞在中にいっぱい聴きましたよね、うん、一番演奏されてるの聴いたかもかもね,ね、うん、じゃあその一つのバージョンであるジョン・バティステさんの「わらワンダフルワールド」をお聴きください「ジョン・バティステさんのわらワンダフルワールド」でしたねえなんか素晴らしいですよねそううん あと、なんか飯田さんはニューオーリンズ滞在中に結構ブラスバンドにも参加したりしてましたけど、うん、ねえ。ある日、なんかメンバーにならないか、みたいなこともスカウトされてたりしてたけど、うん、ねえ。どんな交流がありました。うん、色んなまあ、ね。ブラスバンドって言っても、あのいろんなスタイルのブラスバンドがあって、うんえー、古いトラディショナルなスタイルから。 最近の若いブラスバンドはヒップホップの要素が入ったりとかいろんなバンドがあって、まあ、去年そのグラミー賞を取ったジョン・バティスの曲に、えー、もう参加してるホット・ユイト・ブラス・バンドっていうのが、まあ、地元ではすごい人気あって、えー、僕はそのホット・ユイト・ブラス・バンドの、えー、トランペット奏者として一時、まあ、ちょっと参加させてもらったり、えー、して。えー 今はねあの結構あの、えー、なんだ、えー、マーヴィン・ゲイの「セクシャル・ヒーリングで」で、うん、結構なんかイギリスですごいヒットして<ー>ええー、ね世界中飛び回ってるバンドですけど、うんえー、一緒にやってた頃が懐かしいなと思ってそれをまあ一つ一曲ね聴いてもらえればなと、うん、は,いはい。なんか ドエイトさんは私たち滞在中にね、うん、結構少しメンバーのね、うん、悲しい出来事もあったりして、うん、すごく印象的なバンドだったんですよね。うん、そうね。一、ね、人あ一人亡くなっていらっしゃるね。ね。だからその、うん、ライブ一緒にライブした次の日だったよねあれね。あ<ー>、まあ。まあ最近でこそ。 12年前からブラック・ライブズ・マターって言ってねこう、うん、アメリカではすごいムーブメントになったけど、うん、それのはるか昔の2001年ぐらい、うん、2000年ちょうどぐらいかな、うん、に、まあ、ちょっと警察に、えー、射殺されたっていう、まあ、バンドメンバーがいたりしてね、うん、まあ当時ニューヨークズ市内では結構問題になってはいたんですけど、まあ、あの全米で こう広がる運動ではなかったんですけどニューヨークでは結構黒人コミュニティーは結構騒いでましたねねそういう様子をねちょっと見ることがあったんですけどそのホットエイトのこれは何年前ぐらいのアルバムになりますかあれどうかな2010年ぐらいかな10年ぐらいかじゃあもう 帰った後か、帰っ,ていそう帰った後やらいね。うん、だら僕ら帰った後すぐらいあるけどね、ローリンヒルとツアー回ってるね。あ、そっか。ホットやと。もね、うん、活躍してるなって思い、ね。そう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 。ましたもんね。じゃあそれの曲でえー何、うん、だったっけ？なんていう曲名だったかは。Let me do my thing かな。あ、Let me do my thing。うん、それは私に。 なんかやりたいことをやらせてください。みたいな感じ。ねうんうん、じゃあ、それをお聞きください,、はい。ホットエイトブラスバンドでレッミーデューマイシングでした。ああ、めっちゃかっこいいですね。うん、ね、今日はこういろいろ、あのニューオーリンズの音楽の歴史を振り返りつつ。 えー、飯田さんといろいろお話をしてまいりましたけども、はい、皆様楽しんでいただけましたでしょうかね患者第1号、ね」よくお越しいただきましてありがとうございました。はいね、なんか世の中は連休ということで、はいね、このニューオーリンズの音楽をお楽しみいただいて良い休日を過ごしていただけたらなと思います。飯田さん ライブは、まあ、近いううちもありそうですよね2月24日の「イルマも」も、うん、おそらくね飯田さんも何曲か吹かれると思いますし、うん、あの24日は「イルマ」は小林はじめさんと歌を音を「音語」りっていう名前で、うん、あの曲について詳しくちょっとお話をしながらたくさんいい曲を歌うっていうコンサートでして。 飯田さんの姿も見られると思いますし、は,い、はい、またあの患者第一号として診療所にも遊びに来てください。はい、はい今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、それでは皆さんまた診療所でお会いいたしましょう。えー、お便り、メッセージなどお待ちしております。概要欄の。 メールアドレスからもしくはなんか Q&A っていうのがあるみたいなのでそこにメッセージいただけますと幸いですそれではまたお会いしましょうさようならさようならさようなら